お疲れ様です。今日はですね、こちらスピードアップ大会が来てますので、こちらのスピードアップモードの、おすすめデッキを紹介していけたらなと思います。ということで、あと4日間残り。で、僕もさっきやったんですけども、一応このアカウントでは20-0まで、はい、やりました。で、まあ、やった、まあこれですね。もうやったデッキはこちらの、もうゴブドリです。とか、まあ僕が、最近このゴブドリにめっちゃハマってるんですよ。そう、強いから。で、使いやすいから。で、ハマってるから、まあ、これでやったものの、まあ、ゴブドリとか高回転好きな人にはすごいおすすめかなと思います。結構安定します。で、まあ、マッチングが、まあ、こんな感じかな。結構、この、ボーラーバルーンとか、ボーラーのスケラとか、このボーラー関係のデッキはすごい多かったですね。こういう感じの。もう、なんなら半分ぐらいこれだったので、まあ、こういうのも使いやすいのかなっていう。そう、ボーラーバルーン、ボーラースケラー。なんで、ま、この辺もおすすめにはなってくる。なんですけど、今日は、もう世界このトップですね。トップが同じデッキ使ってます。今、世界1位もだし、ま、世界2位このルーカスの、サブアカ、こっちのアカウントか。なんで、今の1位と4位が同じですね。で、34と33勝が同じで、罰も全然ついてないので、このデッキがね、めっちゃ強いっぽいです。こちらです。はい。ミラーの神器。いやー、これはね、多分使い慣れてないと難しいかもしれないんですけども、上位2人がこれ共通デッキっていうのはね、結構やばい。相当デッキが強くないと、そういうことは起こり得ないので、まあ、プレイヤーも化け物なんですけどね。はい。なので、まあ、個人的にはゴブドリとか、ボーラー関係もすごいおすすめであるものの、このデッキ皆さん一回ぜひね、使ってみてください。なんかまあ、ね、マルチとかで、なんかで練習するのがいいかもですね。使ったことなかったら。クラシックチャレンジとか。そうで、練習してから行くと多分バカ強いので、ぜひやってください。で、もう一つ、世界3位だったかな。3位の人が使ってたのが、ラバホリですね。ラバホリの、基本的には対空、スケドラとか、対空の枠がライトニングになってるっていうので、ラバホリのヤナムライトニング。これはちょっと癖強そうなんですけども、まあ、トリプルエレクサーといえばラバが強いんで、まあ、そういったところで、まあ、これも強いよねっていうので、まあ、僕のおすすめは、まあ、このラバホリと、ミラー神器。まあ、これ世界トップが使ってるっていう、もう証拠ですね。はい。で、まあ、僕の好きなゴブドリ。だから、流行ってるボーラー関係かな。もうまあ、使い得とか安牌かなとは思いました。ということで、さあやっていくんですけど、このアカウントはもう20から僕進めたくないので、サバーができます。さあ、こちらのデッキでやっていきます。まあ、サバー赤という名のメイン赤です。スピードアップ大会。よろしく。いや、スピードアップ大会は、最初は1倍ですね。ここは今まで通りなんですけど、基本的にクラロワって2分経つと、まあ、2倍タイムになるんですけども、1分経つだけで2倍タイムになって、その1分まだ経つと、3倍タイムになるっていうので、すぐね、2倍とか3倍とかになります。そうなんで、結構襟漏れとかがね、あると思うんで、その辺ね、気をつけていきましょう。で、26とかか。これね、2倍タイム、3倍タイム、どう戦っていくんだいっていう感じになりそうな気もするんですけど、ああ、世界一下手な突進です。まあ、ミラーを何で使うかですね。相手が対空デッキなら、エレキ2周とか、ですし、なんか、使う場面が結構むずそうな気もしてます。よいしょ。さあ、基本的には、ユニットを後ろから出すっていうのがね、安牌だと思います。なんか、これ神器デッキって端前から出したくなるんですけど、それは、後ろユニットから貯めてるんですよ。後ろからユニット貯めてるからこその時代が来た。端前ブッパーに至るわけであって、序盤から端前ブッパーにはなりません。はい、っていうのが意外と大事ですね。多分これムートミラーですね。最強だと思います。ムートミラーでユニット貯めて、相手が攻めてきたらエリババで守りつつのエレキでね、スケラとかもなんとかなるみたいな。そう。ああ、全部あっち行っちゃった。さあ、これは良くないですね、今の。まあでも、なんだろうな。絶対相手きついと思うので、走らしていこう。ゴルナイ、ゴーサ、結構いかついね、これ。なんか、ユニットが、これ相手だってもう終わりの構えしてますよね。さあ、5打ってくる。いや、で、これ、まあ、トップを目指さない人だったら別にいいんですけど、もう世界一桁とか狙いたいよっていう方は、クラウン数がマジで大事なので、ね、もう無理してでも、キング取りに行った方がいいですね。
エリバムミラーはやばいな。で、まあ、このデッキの多分強みは、そのさっきもボーラーデッキ、ボーラーバルーンとかボーラースクレが多かったと思うんですけど、ああいうボーラー関係のデッキってなんていうんですか、陸気が薄いんですよ。そう、陸が薄いから、こういうゴーサとかゴルナイとかムートとか、まあ、エリババかね、すごい刺さりやすいっていう、まあ、マジで問題がエレキしか体格がいねえからバルーンがバカ大変やんちゅう。まあファイボボーイとかエレキミラーで頑張っていこうっていう感じかな。もう基本的にはゴーストケツ、ゴルナイケツ、ムートケツを一緒やっていけば多分それで大丈夫なデッキだと思いますね。さあプリンス、バレル、メガナイトとかいそうですね。ね、今までだったらマジでね、メガナイトデッキめっちゃ強かったんですよ。メガナイトスケラとか。そうだけど、メガナイトが今回っていうか、もうちょっと前に加工されてから意外と使われてないというか、まあ、使われてはいるけど、なんか全体的になんかね、弱くなったっすよね、マジで。さあ、いや、ここは、いや、お前、飛びすぎ。さあ、ゴルナイマジで強えかんな。なんか、僕そんな強くない寄りの人だったんですけど、ゴルナイ。バケモン強くなってますね。よいしょ。で、これはもうね、なんか逆セリバーとか言っちゃってね。相手が今攻めてきてカウンターなんでね。自分のターンから勝手にやるとやばいですけど、相手が攻めてきたカウンターでめちゃくちゃ攻め返すのはありですね。でさ、一旦ケツから、なんかもう基本的にケツから出していけばなんとかなるみたいな。うん、痛いなそれ。ケツ出しです皆さん、覚えておいてください。一旦ケツからユニットを出すっていう、とりあえずケツから出すだけなんですよ。で、今回もしかしたら負けそうなんで、僕もあんまなんかあんまなんか喋れないんですけど、さあ、まあエレキ粘りですよね。粘っていこう。走らせてみよう。プリンスがいないんで意外とこの浮きはめんどくさそうですけど、いやー、もうずるやん。いや、マジで自分で思う、ずるっすね。で、これマジで暇だからミラディ、いやー、マジで走んの前、いや、めっちゃいい。いやー、吹きは残ってほしかったな。さあ、しっかり守る。で、これマジでエリクサーが結構ね、早いっすね。3倍タイム。普段って3倍タイム1分とかしかないですけど、これは、マジ3倍タイムが3分ぐらいあるんで、えぐいんですよね。だからこうやって後ろからユニットが溜まっていくんですよ、お互い。だから、まあ、ボーラー関係のデッキだったり、まあなんだろうな、なんかまあそういうデッキ、後ろからユニット出せるデッキが結構強かったりするんですよね。待って、普通に負けそう。攻めがなんかちょっと足んねえ。まあでも、さあ丁寧にプリンスだけね。プリンスだけ厄介。ゴールデン走れ。え、これ美味しくね。もう5削れていい、なんなら。よいしょ。さあ、気づけば、マジで気づけばエリキとムートが入って勝ってるっていう。いや、これでも最後の削りがめっちゃむずいね。だから、後ろからゴーストとかムートで、ね、時間稼ぎながらの、最後の最後に、端前ゴリゴリぶっぱですよ。そう。まあでも、世界1と言ったら世界2か。まあ、順位で言うと1、4だけど、もうそこの2人が、同じデッキっていうのは、もう、使えってことですからね。あ、やべ、あん、下手。え、待って、やばい、待って、絶妙に下手なね、ムートタルでしたね。さあ、まあ基本的に防衛ですね。守ってカウンター狙ってみましょう。コウモリ来たらエレキ、槍だったらゴースト。最初は1倍なんでね。エリババミラーかムートミラーか、最悪ゴーストミラーでも強そう。このボムは嫌ですね。ボムのオールブレイカーってことは、トルネなのかな？トルネファイブとか？ぽいけど、さあ、一旦ケツ。ケツから出し毒っていう、マジアチャカワンチャン来る。いやー、ケツから来るのはね、全然いいね。さあ、ファイブ打つ。この受けうざそうだけどな。で、無理しない。結局ね、
これ無理せず後ろから出すのが大事みたいなことあるっすね。マジョちゃんこんにちは。いやー俺の意味当たんないで、ここはあーいやめっちゃいい受けしてくんな、あのマジョちゃんやばいね。でも勝ちます、結局ね。バルキリー咲いた時のこのゴーストが相手バカきついよマジで。バルキリーされた時さ、相手マジで何もない。あ、しかもこれ槍に飛ぶ。熱い。マジで熱いやつ。ゴルナイギーか？なんか、ゴルナイがただただ強いだけになってる。バルキリー作でしょ？おい。ね、これ、バルキリーされた時の、ただぶっ破するだけっていう、ただそういう試合になりそうですね。やばい、これマジで。お願い、ウォールブレイカー、お前、やめろよ、ほんとに、さっきから。ウォールブレイカーの受けがね、マジで下手なんですよ。申し訳ねえ。で、バルキリー使ったから、出してあげて。よいしょ。いや、めっちゃいいけど、俺は、クラウン欲しいので、ガチでクラウン稼ぎたいんでね。よいしょ。やりすぎぐらいでぶっ破していきます。ほんとに、ただただクラウンが欲しいんですよ。トップ。上位のね、順位に入りたいんでね、僕は。で、相手もクラウンが欲しいので、そうなると、オーケーニクラ。いや、この時、思ったより地味です。はい。めちゃくちゃ地味です。地味なんですけども、ムートがね、これまたボーラーに強いんですよ。だから、ボーラーデッキも多分結構トップレベルで強いんですけど、そこに対しての、あー、違う。うわ、もう、マジで、なんでやねん。さあ、ということで、気持ち地味ですが、よろしく。マジ大事なのは、ケツからですね。もうケツから出してください。皆さんも一緒にね、ケツ出してください、しっかりね。さあ、どうしようかな、これ。ロリババ。優先順位は、ゴーストムート。で、相手に刺さりそうなカードをミラーしていくのが結構重要なので、それを試合の序盤に見極めたいですね、できるだけ。これもエレキ振らしたいですね。まあ、ギリギリでいっか。振らすことで、ゴーストとか全部残るんだね。で、最後このエレキ行かれたら、もう一回エレキ出しちゃうぐらいの、感じかな。さあ、来ましたね。これですね。今回の、このスピードアップモードで、まあ、トップレベルで流行ってるのが、このボーラー関係ですね。ボーラースキルなのか、ボーラーバルーンなのか、みたいな。そういうところがあって、こういうデッキは、この陸系がきついので、今、ボーラー咲いてるんで、こう行ってよくて、よいしょ。これ結構きついやつなんですよ。まだもう、いや、いい防衛だな。さあ、ボーラースケキンスケブっていう結構鉄壁引いちゃいましたね。で、これに対して頑張っていけるかなっていう。さあ、バルーンとかスキラとかを警戒しながらの、サイド変えちゃいますね。ボーラーかな。さあ、ボーラー来たら、これスケブのサイクルなんでね。ゴール内で行ってあげて、イリババまで行っちゃう。さあ、この鉄壁野郎に勝てたら結構強いですよ。うん。いや、エレキがやっぱいい味出しますね。で、これベビー痛い。あー、ベビー痛かったけど、相手のコストが結構渋いんじゃないこれ。チリリーン！神たるババ。いや、なんか、手札把握がマジで、いつも以上に強えな。今日の俺なんか、いつも以上に手札把握完璧すぎる。さあ、で、ゴール内にコスト使ってくれる。えぐすぎー。まあ、こういうことっすよね。よいしょ。でも、こういうのをやっていかなきゃ意外とむずいのかもしんないけど、どうだろうな。さあ、あとはムートめっちゃスケラ受けにも優秀なんで、スケラ受けと上用で分けてあげて。よいしょ。まあ、フリーズ来たらファイボで最悪みたいな。でも、これはもうファイボ打った方がいいかもっすね。いっぱいいるんだね。だからファイブあるのが結構いいかもっすね、これ。ファイブでね、困った時に全勝できる。でさ、上は上で頑張ってくれてるんで、よいしょ。しっかり頑張ってもらって、あ、まあ、まあ、まあ、フリーズ来てる。フリーズは気づかんな。気づかんし、めっちゃやばい。マジで、意味わかんないことになってるんですけど、すべてはファイブとエレキで、チキーン、ドゥーン、オーケー。さていう、いや、クラウンが、
クラウンが渋いけど安定はするね。やっぱ鉄壁だな。そう、まあ、両サイ結構しっかりゴリゴリ攻めるのが大事だと思うな。両サイ攻めなきゃね、ボーラデッキやっぱカウンターとか来ちゃうんで、しっかり両サイ攻めてね。エリーババゴーストすごいね。なんか工場バーバリアンとかさ入ってないんですよね、アチェクイとかも。だからもうムートとエリーババで削るよっていうデッキですよね。さあ、でホグはエリーババで完封できるんですけど、ちょっと遅かったのとアイスピで一発入っちゃうな。まあ、一発ならええやろっていう。で、これは相手がホグで攻めてきたんで、カウンターで攻めた方がいいですね、僕は。で、ゴルナイの走るタイミングをこう見極めながら、今だ！いやー、これやばいです、皆さん。2.6 ホグはね、見てわかる通りやばいっすね。まあ、施設がないので、毎回やっぱホグを受けちゃう。エリババ防衛かエレキともう一枚とかで、毎回できるだけ完封したいんですけども、結構渋いですね、それが。まあ、ムートエリキまで行くかどうかっていう、ホグ来そう。うん。できるだけホグのダメージは、こうやって防いでいった方がいいです。で、今回は、僕のダメージが通んないんですよ。これ、まあ、見てわかると思うんですけど、どう頑張っても通んないので、自分のダメージが通んないときは、相手のダメージをできるだけ入れないように頑張ります。そうすると、まあ、お互いダメージ通んないっていう部分では、全然戦えます。これゴルナイ走れるな。熱い。マスキーやってほしい。いや、結構ゴルナイゲーだな、でも。マジで。結構ゴルナイで、なんとかなってはいる。ちょっとね、うざめにね、攻めていこう。で、こっちゴーストがで出しながら、いやー、エレキ被ったの渋いな。まあまあ、そんぐらいならね。アイゴレが来そうだけど、アイゴレを突破してほしい。突破してからの、よいしょ！走れじじ。よしよしよし、イエイ。だから基本的には、自分が受けから行くのがいいですね。しょっぱな防衛から行きながらの、余裕があったらとか、守ってカウンターでユニットを足していく。自分から仕掛けても、やっぱダメージ通らないので、一旦ここで、ケツからですよ。ケツから、相手に攻めさせるんですよね。攻めさしといて、攻めてきたところを、こっからカウンターですね。よいしょ。この流れですね、さっきから。まんまやっても通んないかもしんないけど。いけ！おお、入る！これ、めっちゃ入る。マジで！熱い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 ！なんかゴルナイ来たんだけど。こっちサイドにゴルナイが来る。最低苦しそうだね。めっちゃ苦しそう。ガチで。めっちゃ頑張ってる。エレキ咲いたら意外と渋いかな。エレキ意外と重要なんですよね。さあ、ちょっと警戒して。うわー、これなんかめんどくさい。めんどくさい方来たな。ファイボゴルナイ欲しいな。あれさ、ワンチャンファイボ削りでもいいんだけど、さすがにそれはちょっと負け筋な気もするので、さあ、しっかり耐えます。しっかり耐えます。大体攻めてきた、カウンターで攻めていきたい。いや、めっちゃ頑張れそうなんだけどな、ゴルナイ。アイゴレ咲いてる。これ、ファイボ削りちょっとしていきますわ。うん。まあ、いらないかもしれないんですけど、ファイボ削りやっといていい気がするな。で、僕がもうダメージ受けるの右サイドだけなんで、これ、ファイボミラーで勝ったっすね。うん、最後の削りは、ファイボでねと。オーケー！でも、地味だな。思ってるより地味だな。まあ本当だから使い方簡単に言うと、後ろから基本出して相手が攻めてきた瞬間に、全部コスト使ってね、フルカウンターですよということです。ということで、まあさっきのね、神技もですし、この僕のね、こっちで使ってたドリルであったりとか、まあ入りのボーラーを使うであったりとか、まあ何でもいいと思うんですけども、まあ多分一番強そうなのが、今ね、使ったこちらのね、はい、神技だと思うので、ぜひこちら使ってみてください。ドリルもおすすめです。チャンネル登録、高評価もね、お願いしますと。お疲れ様でした。またね。